さあカフェで結構長く休憩しちゃいました。まだ2時間もあるのにやばい、途中でへこたれて電車に乗ってしまうんじゃないかという不安を抱えながら急ぎ足で中野区へ向かいます。神楽坂、むちゃくちゃ店がある。道幅も程よきなんだけど、これホコ天だったら最高なのにな。あれ、なんか見たことあるけどわかんない。なんだろうあれ、何かのアニメですよね。わかんないいや神楽坂良かったですね。お店ちょっと多すぎてどこピックアップすればいいんだろうみたいな贅沢な悩みがありましたけど、あれはいい街だと思いますよ。さあ続いて神楽坂を通り過ぎてのところですね。気になるいやもう、ご自宅やん。でもこういうのがいいお店だったりするんでしょうね。気になる、なんだろう。開店30分前のラーメン屋さん、年岡さんでした。ネット情報によると並ぶ価値ありとのことです。気になりますね。おお、字体がかっこいい立派。穴八幡宮なんやろ。いやすごいな。蛇と、あれマングーソ、さらに亀もおらへん。これ蛇とマングースかと思いきや亀もおるで。立派。なにこれ。来たー、高田のババア。ということで神楽坂、早稲田、高田のババとやってきました。ちょっともうこの辺りで一回休憩挟みたいと思います。ちょっと休憩スポットが見つからないまま落合駅まで来てしまいました。どうしよう。わあ、ここ中野飯で紹介したことある店だ。美味しかった。